それでは料理をしながら飲みます。私たちはもうやばいやばいやばい、なんでエキが飲んでんの。じゃあいつものさ乾杯のやつやろうよ。何いつものって。我ら英雄城永久不滅、イエーイ。充電なくなる。乾杯。マジこういうサムネイルあるよ。え、なんかすごい量。女一人で餃子30個食べる。絶対食べよ。チーン。いけるわ。どうでー。イエーイ。絶対その後までこっちを入れるわ。ね、これってさ、なんか別に衣とかつけなくていいんだよね。揚げ餃子ってそういうもんだよね。手でやったら汚い。え？手でやったら汚いやん。全然庶民派だから、うちら。はい、どうも皆さん、おやっとさゆりでございます。本日はですね、チーズラッポッキというものを作っていこうと思うんですけれども、まず水の分量はトッポッキの分量で茹でていくんですけれども、その後にちょっと辛ラーメンも入れるので水を軽く足すみたいなイメージです。で、粉に関してはトッポッキのやつであるんですけれど、きっと味が薄くなるので、私はコチュジャンと辛ラーメンの粉をもうぶち込みました。で、味は簡単です。もう水分量も適当にしてください。そしたらこんな風に出来上がります。 OK です。いや、マジで音声取れてないの残念すぎたんだけれども、私がもうラジオでね入れさせていただきます。で、こんな感じで、まあ私はこのベネフィットワンで買ったやつやってるんだけれども、これでねやってて、このチーズをぶち込んで、マジでうまかったの。これが最高で、で餃子もなんかポン酢で食べるとかもいいんだけど、もうとにかくこのなんだろう、餃子とあのチーズトッポッキとラーメンを一緒に合わせて食べるのが死ぬほどの美味しさだったから、みんなにもぜひ試してほしいと思います。うますぎて、もう一回食べたら見てるだけで。なんかミキ食べたかも、無意識や、うん、なんかミキはさ、うん、結構さ、その付き合うからこそめっちゃ人になんか。なんか、まあ、これから一生共にするんやし、隠し事があること自体がミキの中では嫌やみたいな、うん、言ってて、全部ストレスやん、言ったらお互い。確かに。だからなんか多分ストレスのない、ね、なんか生活なんて多分誰かと暮らすって絶対ないし、うん、てかそう思ったら結婚って何と思う、うん、自分を誇りしてるやんって思わへん、うん、なんかもう何が正解か分からんからって言った。確かに焦るわ。だってさ、ま、妹とか兄弟ぐらいじゃない、うん、その同じ環境で育ってきて、うん、同じリズムで生きるなんて、うんうん、ってなったら妹以外と住むのもしんどいやん。これより弟でも無理だよ。まあ男女やしな、うんうん、男女はしきつない。無理だわ。何が邪魔しんかパン、やっぱうまいな。ちょ、これ見て、めっちゃもう片付けようとしてる。ダイエットイエイ。じゃあ飲んだやつ見せてあげて。でも一応糖質ゼロで気使ってんねんで。マジでどうなるんだ。あ、ね、もう怖いよな普通に、うん、でもユーリなんかまたタガが外れそう。いろいろタガって何？自分のこうストッパーがボインって外れてなんかしだしそう。なんかそうなった時にさ、うん、パッとだから、なんかこれからの約束としては、うん、リアルに何かあったら全部報告して。分かった。だって会えへん分分からんやん、うん、
だから優里がそうなってたらミキは分からんわけやん、うん、そうだよね。だからそれは言って感情的な、うん、そうじゃない、なんかすごい感動するね。そうじゃない、多分ほんまになんか変になんかめっちゃいろんなことやりだしそう。それが間違っても当て、あの当てても一人でクラブとかそういうなんじゃなくて、うん、だって100いかへんもんそんな、うん、ビビりだしね、目に見えてる、絶対無理だね。行きたいな、確かに分かんないよね、何が起こってるかなんて。でもなんかどんどん有利なのか、人に話さない人間になりそう。なんで？なんかやめてよ、ネクラみたいな映すの。エモ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 な。エモいもん。どうも皆さんこんにちは、ゆりでございます。皆さんこんにちは。ということでですね、本日は2日目になるんですけれども、2日目はなんとですね、ちょっとみきちゃんが家を退去するということで、そのみきちゃんからですね、私はすごく素晴らしい洗濯機と冷蔵庫を仰せつかまつりまして、あ、全然日本語がちょっと間違ったんですけれども、いただきましたので、それをセッティングして、で今みきちゃんは家なき子になっておるので、私の家に来て2日目になるんですけれども、2日目もプレートを使って美味しい料理を作っていきたいと思います。それでは先に、イエーイ、せーの、お母さん、はい、あ、ごめんなさい、乾杯。じゃ、恥ずかしい恥ずかしい、エプロンつけてる。なんかドスッピンだし、肌の汚さめっちゃわかるんだけど、 GO! きえー、家玉猿だね、家玉猿。大人女子の過ごし方、にゃはーん。じゃあちょっとこの油を利用していきたいと思います。有利のサラダ、サラダ間違えた、だっけ、タレ、うん、マジックソルト、うん、岩塩、あ、おいしい、ちょうどいい、そんなすごい混ぜると初めて見てるけど、塩足りるかな、マジでうまいお店行ったのよこの間、本当に美味しくて、うん、サムギョプサルの、うん、サムギョプサルじゃなくて、なんかこれこっちやる、もうやっちゃう、あ、そっか、どっちもいいよ、段階風の方がいい、野菜はこっち側にする、うん、
てか絶対自分キティちゃん好きやん。ここもキティちゃん。違う好き。何そんな固くなりキティちゃん。でもこれはユリが幼稚園の頃から使ってるお椀。あー分かる。もう捨てられないのこれ。どうしようかな、捨ててやろうかな。はなんで何のために捨てるの。自分の子供の時まで使いやん。あ確かに。おほほー、いいね。こちらは、チェリーとミニトマトの、05番です。こちらは枝豆の07番ですね。05やでこれ。あ、ごめん、05番です。ピント全然合ってません、失格です。うん、けんちゃーなよー。うるさい。はい。めっちゃ水出るやん。ね、めっちゃ水飲んでたんかな、この子は。うん、一気に温度低くなったことない。重要って言わんてない。頑張ってよ、本当。音量ね、頑張って。あ、来た、ほらポニョンポニョン。てか、これをさ、移動させよう。うん、怒ってそうじゃない、酒を飲むの結局。うん、飲むやん、どんな場面でも。うん、ドイツ行ってもドイツビール一緒みたいし、うん、だってそうじゃなくて一生一緒のテンションじゃない。確かに。飲んだ時、酔っ払った時のやっぱ面白いやん。うん、飲める男性大募集。なんかさ、めっちゃ飲むんじゃなくって普通にお酒ほんまに無理やねんみたいな人は嫌。嫌だよね、わかる。一生一緒になんかちょっとほろ酔いくらいで、うんうん、来たで。来てます。なんまだ食べたわか。もういいよ、食べて。じゃあこちら側、多分大丈夫だと。なんで急にさ、これ。うん、そう、一気になんか冷めへん、こいつ。一気にぶち上げていきたいタイプなんだよね。うん、それでは、いただきます。うん。おいしい。キムチがリアルじゃない？何食べた今。だってあそこの。キムチ冷蔵庫で作ったやつ。そうなの、キムチ冷蔵庫。え、ではそれではいただきます。え、ミキも取って、葉っぱこれ手伸ばしたら映る。いいよ、映って。パンパン気にせず。あ、葉っぱいただきます。葉っぱどうぞ。じゃ、ここお風とここにもあるしね。めっちゃ手うざないこれ。全然大丈夫。これをここで、オン。こうやってやったらいいよ。塩足りんかったら言って。うん、これもキムチ。ネギ弱いな、まだ。うん、日本風だよね、めっちゃ。美味しそう。てか、味噌つける？あんの？ないけど、なんか作ろうかなと思って。作れんの？めっちゃ美味しい。見てじゃない、見て、うん、これ多分2人で2500円だよ、1人ずつで、うん、あ、違う、そうじゃないわ。昨日は、昨日からトータルして2人で多分2500円ぐらい。やばくない？え、おいしい、めっちゃ。じゃ、これ焼いとくもん。この遊び方めっちゃおすすめかも。皆さんもホットプレート買ってください。ぜひね、ベネフィットワンに入ってる方がいたら、これ全然提供とかの動画じゃないんですけど、私はベネフィットワンを使って安く買ったので 60% オフだった。ホットプレートこれ3000円ぐらい安っ。だからベネフィットワンの方使ったらいいし、普通にミキが使ってるメーカーってなんだっけ、ブルーノ。ブルーノもめっちゃ、これよりは一回り大きいから、もうちょっとなんか大人数でできるときはそっちの方がいいと思うんだけど。でもブルーノめっちゃ高いね。そうよね、うん、
何万ぐらい？2万。え、2万も知らんかったけど、しかもミキ他のプレートとかもめっちゃつけたから高かったんですよ。あ、そうなんや。めっちゃ混ぜてる。でもこれは、これもプレートめっちゃあるんだけど、安めのやつ、ちっちゃいからね。もうでもちっちゃいとなんか掃除もしやすいしね。え、ゼリーおすすめです。認定だね。キャベツ取りたくなったりして。あ、取った。オッケー。でも本当になんかお酒飲める彼氏欲しくなってきた、ちょっと。うん、まあ、いらないけどね。え、その強がり。わかんない、もう何がしたいのかわかんないけど、今は恋愛じゃないみたい。別に本能のまま生きたらいいやん。確かに、かっこいい。本能のままに生きたらいいやんって言われた。好きって思った人ができたら好きってなるのかな。うん、うん、ティッシュ欲しかったら言うて。うん、分かっちゃうよ。うん、うん、昨日これで初めて食べたけど美味しい。やばいね。うん、でも韓国って結構そのサムギョプサル屋さんとか行ったけど、エリンギ絶対あんの。こういう切り方してる。しかも調理バサミで切るんだけど。うん、知ってますわ、向こうの方々は。美味しい食べ方を。マギのおいとま見たくなってきた。見る？見ていい？うん、3週前から見たい。いい？見よう。やったー。じゃあ一旦切って、これプイって赤いボタン、ここ。うん、バイバーイ。バイバーイ。マギのおいとま見ます。任せてください。私が素晴らしい恋の参考書をお貸しします。今注文してもうすぐ届くということなので、ミキには内緒なんですけれども、ミキ今の気持ちは？楽しみ？うん、幽霊みたい。もうなんか昼からずっと飲んでるから、もう爆発してる顔が。待ちたいと思います。何言ってみ？絶対フライドチキン頼んでるやろ。だってユーリさっきからずっとフライドチキン食べたいな。言ってるもん。絶対ユーリそれ食べる。それじゃなかったら来た来た。ひどくな。さあミキおいで。いい？いいよ。出れマクドかい。マクドナルドを頼んだんですけど、めちゃくちゃ早かった。15分ぐらいだったよね。うん、では開けてみてください。見た？絶対に個もいらんやん。いや、マジで。見てください。なんとちゃちゃーん。しかも1個じゃないっていうね。やば。イエーイ。どうですか感想は？にゃっ。おかしい。やめて。人のやつ。いや、てかなんでこれだけなの？マスタードソースそれなかったの。え、なかった？食べなかったもう。そんな、もう売り切れ、ソースが。ソース売り切れとかどんなやつやん。かわいい。やり見て。여행을가고싶다。여행을가고싶다。バカにすんな。ダメだね、それ。여행을가고싶다。여행을가고싶다。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 うん。明日って月曜日？本当に？違う。
系がいい。これやから。この子は？ヨハンくんがいい。ヨハンくんかっこいいでしょ。化粧するとか何なんだろう。まあ、いろいろ言い張るんやろ、OK。ヨハンくんかっこよくない？ヨハンくんは。じゃあ分かった。ミキはこの子だ。絶対この子だと思う。どう？かっこいい。やっぱり。ミキはハンギュルタイプね。でも全員同じ髪型して目つきしてる。ほんまになんか表情ないからあんま思い入れできへん。ああ、なるほどね、うん。あるんだけどね。やっぱみんな。揃えて踊るっていうのがやっぱ、あ、まあ確かにね。皆さん安心してこれますね。